続いて、オリックス対ロッテ強制ロドンということで、今年ロッテにオリックスは15勝8敗、2分け、貯金7、圧倒的、こちらも勝ち星を上げています。そしてね、えー、ロッテはね、オリックスに対して、得点がね、68点とワースト。 で、失点はね、79と2位っていうね、えー、ところで。だから2番目にね、取られてないっていうね。点取れないけどね、取られてもないっていうね。だから68点と、タイパリーグの中で1番点は取ってないんだけども、失点79と、タイパリーグの中で2番目に失点が少ないっていうところでね、まあ、点は取られないけど、まあ、取られてもないっていうところで。で、まあね、えー、ロッテはね、対オリックスに対して、えチーム大率2割2分7人はこちらワースト。で、ホームラン4本もワースト。 しかし、防御率2.87はトップ。で、被安打が199と一番少ないトップね。で、基本類打13のトップっていうところで、抑えてはいるんだよね。でも、四死球はね、61個と2番目。えー に多いっていうところでね。ま、あここら辺がね、どうなるかっていうね。で、京セラドームではね、3勝9敗1枚系とね、えー、借金6。球場別で言うとね、あのー、そんな成績はね、そこまで悪くなかったかなっていうね。で、オリックスはね、ロッティに対して、えー、打率がね、えー、2割3分クリントワースト。一番打ってないの。ね。えー、しかし防御率はね、2.44と2番目に良くて、で、支持球は87と、えー、一番少ない。 ね。一席点も62度2は目に少なくて。だから、ピッチャー、打線はちょっとね、かなり苦労してるけども、ピッチャーもね、完璧に、えー、抑えてるっていうね、えー、データが出てます。だから、オリックスはね、ちょっとロッテに対して、打撃陣は状態がね、えー、ちょっと相性悪いけども、投手陣は無類の強さを見せてる。 で、ロッテはね、あの、打撃陣はね、全くね、えー、機能してないけども、えー、投手力はね、良くなってるっていうところで、まあ、これはね、乗り継両チームともにね、成績で出てるかなって。で、その中でね、え、打撃で言うと、ロッテはね、えー、対、オリックスに対してね、このファーストステージのね、もうスーパーヒーロー、藤岡がね、2割6分7厘、ね、えー、得点圏打率5割5分6厘っていうね、で、強セでも2割6分7厘。だから、藤岡はね、引き続きこれはね、ちょっとね、注目だね。得点圏打率5割5分6厘だからね。 で、続いてね、まあ、ファーストステージのね、こちらもね、スーパーヒーローね、安田。対オリックス2割1分5人。こちらワーストに 2, 2番目に打ててない、ね、オリックス。で、得点圏であつ2割6分7割。で、強さでも2割9厘、ちょっと安田心配。打ててない。オリックスに対して。で、中村翔吾ね、ファーストステージも打てなくて代打出たけども、対オリックスされて2割1分4人。得点圏であ3割、強されで2割。ちょっと中村ももう、心配だね。ひょっとしたらスタメン変わるかもわかんないね。しかし、チャタリ。3割四分一厘。 得点源大奴3割五分の厘、ね。強セラでも3割五分三厘、ね。オリックス強い。だから、出るかもしれない。ね。また。で、ブロッソーがね、2割7分六厘。得点源大奴2割5分。でも強セラで1割アジバ8厘。だから、ね、安田よりブロッソーね、特に左の時は出てくるかもわかんないね。この対戦成績見てると。で、小木野高し3割。得点点源大奴な二2割。でも、強セラでは3割6分より。小木野が打ってる。で、角中2割7分。で、得点源大奴4割2分くり。強セラで2割4分1厘。で、ポランコが打ってない。1割5分3厘。 得点限打率九分五厘。で、京セラで二割二分くり。しかもホームラン一本。全然打ってない。オリックスに対して。でも、岡広美。広美ないと二割九分八厘打率で。得点限打率三割5分三厘。京セラでは三三三割三分三厘。で山口打ってない。一割四分三厘。得点限打率二割六分三厘。京セラでは一割三分か2厘。だからね、オリックスに対して、ロッテのね、打線のキーマーはね、藤岡、茶谷、小木野。 角中。で、岡。ここだね。だからもう、この、初戦はね、もう藤岡と、茶谷と、小木の角中、岡はもうマストで出していかなきゃいけないね。そういったところではね、ここら辺がキーポイントなんだからと。特に茶谷がね、一番オリックスに対して相性いいからね、また小木の角中のね、おじさんコンビに頑張ってもらいながら、いいところで藤岡が打って、岡がだね。なんか、ポランコと山口とかがね、心配かなっていうね、打線の感じはあります。逆に、投手陣。 かなり投手陣心配です。初戦ね、任される身はタ対オリックス、防御率4.42。クオリティスタートはね、えー、2回あるけども、0勝2敗っていうところで。で、しかもメルセデスね、えー、防御率5.40、2敗。西野がね、いいのよ。防御率6部、で、クオリティスタート2回、でも0勝1敗。で、えー、小島ね、えー、3試合投げて、防御率5.12、クオリティスタート1回、1勝2敗っていうところで、ちょっと先発の、 主人がまあ、西野はねめちゃくちゃ抑えてるけども他のピッチャーがね軒並み相性悪いでも、オリックスの打線はロッテに対して打ててないのになんでこんな相性悪いんやっていう、ね、逆にだからリリーフ陣が踏ん張ってるのかなだからあの吉井監督も言ってたけどひょっとしたらもうリリーフデーとかあるかもわかんないね初戦見まねどうなるのかっていうねこのオリックスに対して相性悪いぞっていうねもうこれねオリックスで山本を倒さないとなんとかならないからねでもね オリックスもね、そんな高材料がね、めちゃくちゃあるわけじゃないんだよ。オリックス見てみるとね、打線、えー、森ね、タイロッテ、2割1分5里、2割1分クーリ、ワースト、一番打ってないロッテに。で、トング、首位打者だよ、トング。1割1部8厘ワースト。ロッテに一番打ってない。首位打者ら3割打ってる首位打者がロッテに1割1分8厘よ。しかも、得点圏打率、0割7分1厘トング。で、胸、2割1三3ねゴンザレス、1割8分4人。紅林、2割2分1厘 ここから、セデーニョがね、2割8分一、中川、中川一番打ってる、ロッテに三3割4分8人。得点圏打率4割2分1あと、杉本、3割2分2人。ホームラン4本。得点圏打率3割5分7人と。だからね、セデーニョ中川杉本が打ってるんだけども、他のね、選手たちはちょっとね、ロッテに相性悪い。ね、トング、1割1分8人だからね、まあちょっとね、 えー、骨折の影響あったけど、DH で出てくるんじゃないのかっていうところのね、情報もあるけども、ちょっとやっぱりね、打撃陣は心配だね、オリックスもね。だからキーマンはセデーの中が杉本だね、対ロッテに対しては。でもね、投手陣、投手陣がね、えげつない。ね、え、山本、ロッティに対して、えー、防御率0.64、ね。ね、続いて2戦目予定される宮城、ね、防御率1.06。6試合投げて5クオリティスタートの3勝0敗。 で、えぇ、ー、あずま、ね、2.13、2、2試合投げて、1クオリティスタートの2勝0敗ね。で、ちょっとここから、山崎幸は防御率4.06、ロッテに対して、6試合投げて、1クオリティスタートの2勝1敗ね。で、田島、防御率9.64、ま、あ1試合しか投げてないんだけどね、0勝1敗というところで、ちょっとこのね、山崎幸は田島がね、防御率悪いなっていうところもあるけども、山本宮城、あずまがね、 完璧にロッテ打線を押さえてるっていうことを考えた時によ。もうロースコアだね。ロッテが勝つには。もうロースコアの展開。だからもう先発ができる限り頑張るしかないし。あとはもう吉井監督言ってたけども、もうスクランブルでどんどんね、もうリリーフももう全員行きますって言ってるらしいからね。そこら辺はどんどん変えていくっていう必要がね、あるかもわかんない。だからもう,う、投手陣のロッ対ロッテに対しての成績見てたらこれ絶望感あるね。だからこそこをなんとか、まあでもね、 普通に考えたらよ、阪神、広島も、オリックス、ロッテも、それ普通に考えたら阪神とオリックスが勝つんだから、過去の統計見てても、8割の確率で1位のチームが、あの、クライマックスシリーズを勝ち抜いて、日本シリーズに進出するっていうね。で、2位のチームが13%。で、3位のチームが6%って言ったところで、まあ、1位が負ける確率が20%。俺はね、このね、1位が勝つ確率80%、負ける確率20%。これめちゃくちゃいい確率だと思うよ。やっぱりね、これがね、 9割5分ぐらい1位が抜けるんだったらもうやる意味ないよね。面白くないもん、そんな見てても。2割ぐらい負けるかもしんないって言ったところにね、ハラハラドロキドキ感があってね、ひょっとしたらっていうところがあるからね、面白い。でも8割はいくっていうね。この、だからかなりのアドバンテージはあるっていうところではね、かなり、あのー、 いい確率のね、今、クライマックシェーズのシステムにねなってんじゃないのかなって。8割でいくからね、それもう負けたら、それはもう負けた方の責任よ。でももうデータ見れば見るほどだけどね、まあ、阪神は普通にやってれば勝つでしょうと。オリックスはね、だから投手陣がしっかり踏ん張って、まあ、 ロースコアだね。あとはロッテは杉本とかのホームラン警戒だね。あとはもうロッテは先発がこのね、軒並み数字悪いけど、どこまで踏ん張れるかっていうね、えー、っていうところが勝負になってくるんじゃないでしょうか。ねさあ、ということでね、えー、どうなるか、またね、こちらもね、一戦一戦装着出していきますので、そちら見てください。皆さんの予想はどうですかね、普通に行けば1位のチームが勝ちますよっていうところで、佐渡ザのね、クライマックスシーズンファイナル、選表でございました。それではまた。